はい、始まりました。ヤマケンチューブです。イエーイ、今日もよろしくお願いします。今日はですね、喧嘩道とはジェラルド・ゴルドーをビビらせた師匠のお話をしたいと思います。よろしくお願いいたします。自分がこの業界に入る前のお話になります。プロレス界に入る前に、まず聖堂会館の内弟子に私はなりました。中学卒業してすぐです。で、その聖堂会館の内弟子でなって寮に入りました。寮長をされてた人が、T さんという方です。で、その方が僕に喧嘩道とは、喧嘩のやり方だとか、喧嘩道とはどういうものかっていうのをですね、最低限人を殺さないでどうやって、武器を、その場にある、近くにある武器を使って人を倒すのかとか、素手頃ではどうやって倒すのかとか、まあ、空手の道場の練習生になったわけですが、そこで寮長に、運命の出会い、僕に喧嘩道を教えてくれる、人の出会いがありました。その T さんは聖堂会館の創世記を支えてきた、 K1 を作るまでの創世記を支えてきた方で、館長の陰で、裏で切った張った裏の前さばきをやられてきた方で、そして聖堂会館がその当時まだ弱小団体だった頃、創世記からですから、最初から聖堂会館今みたいなモンスターな大きな組織になったわけじゃないので、最初は敵もいっぱいいました。そんな中で指導員は、ただ指導員、空手が強ければそれでいいわけではなくて、いつ喧嘩に巻き込まれるかわからない、そんな中で聖堂会館も館長を中心として石井館長を守る体制を作っていかなきゃいけない。そこで指導員たるものが喧嘩根性がなくて、すぐこうね、チンピラだのなんだのにおらってやられたらチーンってなっちゃうようでは、空手家としてのね、示しがつかないと。そしてそこの他の、団体、ライバルや、足を引っ張る団体が空手界いっぱいありますから、そういうところにかなわないと、そういったことを陰で、精神的な部分特に大きかったと思うんですけど、その師匠はみんなの、指導をされてました。そんな師匠がですね、聖堂会館の佐竹正樹選手 VS ドン中谷ニールセンのセコンドにもついておりました。そして、その試合はヘッドバットを佐竹選手がヘッドバットをして勝つという、あの、物議を醸した試合になってしまったんですが、その後セコンドについてた喧嘩屋ジェラルド・ゴルドーが佐竹陣営の控室になだれ込んできました。怖いですね。で、そこで、佐竹選手とかいなかったんですが、師匠の T さんは一人そこにいました。そしてゴルドは中に入るなり、T さんの胸ぐらを掴んで、おらと、さっきの試合どういうこっちゃという感じで、T さんを攻め、立てようとした。その瞬間、T さんはポケットの中に忍ばせている光り物をシャキーンと発射させるわけですね。その瞬間、ゴルドも喧嘩のプロですから、パッと手を離して、おう、ソーリーソーリーつって、ニコッと笑ってその場を後にしたようです。そんな感じで、私の、喧嘩の師匠、心の師匠である T さんはジェラルド・ゴルドをビビらせたと、そういう過去を持っている人です。そして聖堂会館の創世記を支え、各支部長の喧嘩根性を鍛え、そして、あの、前田さんのですね、師匠である田中翔吾さんの
師匠でもあります。でそんな T さんはですね、僕にこの業界に入る前から業界の、裏の裏まで、この業界どういう風になってるのかと、でね、工業の世界の難しさや恐ろしさ、いろんなことをですね、僕にレクチャーしてくれてました。僕は空手の修行もね、石井館長の、元で館長に習いながらやってましたが、その傍ら実はそっちの裏の事業の方がですね、非常に楽しくなってしまって、その T さんにどんどん浸水していくんですね。でその T さんの、喧嘩道の教えで重要なのが、どんだけ山本どんだけ強くなっても結局闇討ちされたらおしまいなんだと、闇討ちされたらしまいやと、闇討ちされへんような人間になれと、言い方をせえということがまず一つ。そしてもう一つはですね、弱者小動物には優しくっていうのが T さんの、常にね僕に言って、まあ実践でね、ブロックの使い方とか傘の使い方とかね、いろんな武器の使い方とか、素手頃でこうやってこうやってやれとか、いろんなこうねレクチャーして、こういう時はこうだってこういうレクチャーの中に、喧嘩殺法のレクチャーの中にそういう精神論、そうは言うてもやなと、うん、どんだけ喧嘩が強くなろうが、空手が強くなろうが、闇討ちされたらしまいやと、闇討ちされへんような生き方をせなあかんでというのが僕の師匠の口癖でありました。そして前田さんの師匠の田中翔吾先生にもそういう話は言ってたと思いますが、T さんの前に田中翔吾さんは現れて、 T さんを見つけるとピャッとどこかに消えてしまいます。そんな私の喧嘩の師匠、T さんの喧嘩道のお話です。はい、今日は以上です。喧嘩道とは、ジェラルド・ゴルドをビビらせた喧嘩の師匠 T さんのお話でした。いかがだったでしょうか。そういう経験がね、私には、この業界に入る前からあるので、この業界が非常に異質な世界なんですが、今日までこういう感じで自由に、好きなように暴れて、好きなように言いたいことを言って、好きなように生きてこれました。そして今 YouTube やり始めましたけど、これウイルスでコロナで自粛になってるんで、暇なんで始めてみたんですけど、非常に最近反響が大きいんですが、今僕が喋ってる内容は今始まったことではありません。知ってる人は分かってくれてると思うんですけど、昔から一貫して僕は喋ってきた内容なんです。ただ昔は時代が追いついてなくて、私が喋っててもマスコミが記事にしてくれなかったりとか、いろんなことありましたが、近年いろんな業界関係者が暴露話をするようになり、時代が変わり、 UWF も完全に消滅し、そして今僕は新しいことに挑戦しながら今日生きてますんで、決して人の悪口を言いたいとかそういうことじゃなくて、ただ僕が生きてきた証を、生きてきた、実体験を、ただ思い出話としてここにアップさせていただいてるだけなので、難しく考えないで気軽な気持ちで見てください。以上です。ありがとうございました。